クソ野郎。どうするんすか、コブラさん。あいつはこんな町で生まれ育ったのに頭が良かった。喧嘩ばかりやってる俺たちの将来なんてたかが知れてる。けど日の当たる未来が待ってる昇は俺たちの希望だった。大学なんかに進んだ昇は俺たちの知らない世界で、期待を背負っても弱音なんか一度も吐かずにがむしゃらに頑張ってた。そこにありますよ。ありがとうございます。それでは開始いたします。そんな時に出会ったのが美穂だった。あいつら二人は似た者同士でお似合いだった。今度の金曜久しぶりに湾岸流さねえか。おう、いいな。なあ。登る、たまに遊ばねえとバカになんぞ。でもその日はいいよ、行ってきなよ。いいの？何なんだよ、俺らが超悪者みたいじゃんか。いやお前ちょっとバカ違う。おいバカ、お前ヘッドロックや。